コパアメリカの決勝戦、ハーフタイムが25分に。ハードロックスタジアムで行われる決勝戦だが、大会史上初めてハーフタイムショーが開催される。コロンビア出身のスーパースター、シャキーラがパフォーマンスを行うが、ザ・アスレチックによると準備も合わせてハーフタイムの時間が25分まで伸びると予想されている。そんなんありかよ。ハーフタイム伸びるのガチ笑う。コパアメリカってマジで何でもありだな。ショーのためにルール変えるのバカげてるな。選手ファーストじゃなさすぎる。筋肉冷えて故障リスク高まるんよね。何もコパアメリカでこんなことやらなくてもいいでしょ。主役はあくまで競技であって有名歌手のショーはおまけでしかないのに。アメリカの嫌なところだな。競技に影響出るまでのショーはやりすぎ。アメリカってとりあえずエンタメにしようとするよな。サッカーをアメリカナイズするとこうなるということだね。正直ハーフタイムってトイレ行ったり何か買ったりと見てない人多いからショーなんかいらないんだよな。ハーフタイムが25分は普通に長すぎて観客もだるいやろ。おいおい、こっちは徹夜で見るんやぞ。やめてくれ。時間かかるなら試合前にやればいいのに。そもそもサッカー自体が最高のショーだろ。